エヴァのいろいろ一問一答今回は歴史上有名な作家や文学者たちを当てる一問一答クイズです全22問問題平安時代世界最古の長編小説源氏物語を書いた作家は誰答え 紫部問題平安時代春は曙ので始まる随筆枕草子を書いた作家は誰答え清少納言問題平安時代古今和歌集の選者の一人で土佐日記を書いた歌人は誰 答え木紀貫之。問題鎌倉時代社会の虚しさを描いた随筆集「北条紀」を書いた作家は誰答え鴨長明。問題江戸時代公職一大男をはじめとする。 浮世草子を書いた作家は誰。答え、伊原西鶴。問題、江戸時代、人形浄瑠璃や歌舞伎の脚本家として有名な人物は誰。 答え近松門門左衛門問題江戸時代俳句を読みながら旅し奥の細道を書いた人物は誰答え松尾芭蕉問題江戸時代35年がかりで「古事記伝」を完成させ 日本古来の国学を大成した人物は誰？答え、本折紀長。問題、江戸時代、ヤジさん北さんの面白道中を描いた『東海道中日坐りゲ』を書いた小説家は誰？ 答え実編者一句問題江戸時代八人の剣士が戦う南宗里見発見伝を書いた小説家は誰答え滝沢馬金問題江戸時代オランダの医学書を翻訳した 解体新書を出版した人物は誰答え杉田玄白問題明治時代学問の進めを書き人間の平等と民主主義を分かりやすく説明した学者は誰答え 福沢諭吉問題明治時代文章を交互体で書くという文章革命を起こした浮雲を書いた小説家は誰答え双葉亭氏名問題明治時代医者や政治家でもあり舞姫や 山太夫高瀬舟を書いた小説家は誰答え森鴎外問題明治時代歌手一躍の砂を書いた歌人は誰答え石川拓木 問題明治時代竹比べなどを描き24歳で亡くなった五千円札の肖像画になった小説家は誰答え樋口一陽問題明治大正時代我がはは猫である草枕坊っちゃんなどを描いた小説家は誰 答え、夏目漱石。問題、日露戦争に出兵した弟を思い、君死にたまうことなかれという反戦詩を発表した詩人は誰答え、与謝野晶子。問題、大正時代、羅生門や 雲の糸を描いた小説家は誰答え、芥川龍之介。問題、大正昭和時代、伊豆の踊り子や雪国を書き、ノーベル文学賞を受賞した小説家は誰答え、 川端康成問題。昭和時代、走れメロス、人間失格、車用を書いた小説家は誰答え、太宰治。問題。昭和時代、潮祭仮面の告白などを書き、晩年は盾の会を結成し、 自衛隊員の前でクーデターを呼びかけた小説家は誰答え三島由紀夫。お疲れ様でしたこのチャンネルではあらゆる情報をシンプルに楽しく学べるように一問一答形式で作っています良ければチャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです ご視聴ありがとうございました。エヴァのいろいろ一問一答でした。